はい、どうも水溜りボンドです。お願いします。ね、一応頑張っていきましょうということでね。頑張っていきましょう。今日はね、わかりますか、トミー元気なの。マックってさ、バーガーが何個あるんだよ。そうね。まあまあ、いろんなありますよ。ハンバーガーとビッグマック。そういうのはこう抜いて、バンズに挟まっている全てのものってことでしょ。だからもうバンズもバンズ回して全種類の食材をここに集結させよう。だからとんかつはなかった。だからとんかつないと。だから9種類ね。分かった分かった分かった。どう、いやちょっと夢あるよね。いやまずどんぐらいの高さになるか気になるよ。だってこういうことはこういうことよ。いやそんな顕著には出ないだろう。こういうことよ。いやこんぐらいだぜ多分。だと思いますよ。オールスターバーガー。そう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 、最強のバーガーを。とんかつバーガーだったらとんかつが挟まってる。とんかつは今日ないから話すんな。とんかつの話すんな。ビッグマック。ビッグマックね。ベーコンレタスバーガー。ベーコンレタスバーガー。発音良くなってる。ベーコンでも悪いしな。ね、逆じゃん開け方。そんな言う？そんなやると思わなかった。おそらくこうしてフィレオフィッシュこう乗せるわけじゃないですか。でそうね、ここにこのねフィレオが入ったからね、フィッシュか。これも食っていい？ベジタブルチキンバーガー。あ、もうなんか大丈夫？何が味的なとこ。チキンクリスプだ。お金ない時食べますよね、チキンクリスプ。あとチキンフィレオか、エビフィレオ。食に対するお前ふざけんなよ。一番強いラスボスって感じだよな。すごいな。でも全員の能力持ってるやつだな。なんか照り焼きマックバーガーだったね。これだけ飲むよ。おいこれとかもういいだろ。ダブルクォーターパンダだ。よしいけ。何つぼ型？こういうつぼ型。はい。おい。ちょっとこっちがどうやって食うのこれ？いやそれはもう普通に行った方がいいんじゃない？無理だよ。顎外れるわ。でゼロにする。ゼロにするって言ったら本当怒るぞ。例えばさ、串だから。唐揚げを戻して戻してない。戻してない戻してない。好きなやつ選んで食べればいいし。まあいいよ。だからバイキング形式くんね。そう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 。ああいやいいよ。あったかいうちに食べたいね。うまっ。よしよし。いやめっちゃいってんじゃん。行くしかないみたいな。食っていけない。そんなやめとけ。ちょっとちょっとおい、チキンクリスプじゃん。これ上がごまついてるだけのチキンクリスプ。贅沢だわね。入ってるこのバーガーないでしょな。じゃあこれだけ頼めばよかったのにって思う人もいるかと思うよな。うん頑張るな。一つ誤算だったのは、バンズめっちゃ余って後半バンズだけで食うっていう。ソースめっちゃ濃いね。やっぱこれが好きだった。どれとどれを掛け合わせても美味しいってことは証明されたかもしれない。その食べ合わせが良くないものはないねやっぱ。はい、じゃあ今日の水溜りボンドはマックの全種類のバーガーいっちゃっていいですよね。足して中身だけをね融合されたやつをね最強にしました。はいはい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。で、いきますよ。お、見て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 。3本売れてる。3円みたいになったけど、